はいどうも、いつきんです。こんばんは。本日のエピックセブンの動画は、ついに来てしまいました。ランディの、紹介になります。まあ、プランの姉妹ということで、まあ、来るかなとは思ってたんですけど、来ましたね。いろいろと、やはり海外の実装順からすると、いろいろすっ飛ばされているんですけど、ついにランディが来てしまうということで、今回はこのランディのステータスとかを見ていきたいと思います。めちゃくちゃ強キャラだと言われているんですけど、どうなんでしょうか、見ていきたいと思います。まずステータスは、こんな感じ。はい、貴族生のアーチャーということで、まあ、姉妹だけあって、職業は同じ、属性が貴族生になっているという感じで、まあ、見た感じで特徴的なのが、陣形展開状態の効果ですね。なんとアタッカーに珍しく効果抵抗率 17.4% ってことで、割と最近のデバフ環境には刺さる陣形をしてるんじゃないかなと思います。なのでランディを前に置いて後ろ2マスにヒーラーを置いたら、効果抵抗率が 17% を漏れるので、結構最近のメルテネとかは防げるんじゃないかなと。特にメルテネは水属性な、氷属性なので、まあ、木のランディにもミスヒットが出やすいということで、割と、まあ、運ゲーにはなってしまうんだけど、割と刺さるような気もしなくもない感じはしています。では続いてスキルの方を見ていきます。はい、まずスキル1が、倍率は187ということで、まあ、通常の単体攻撃の倍率ですね。自身のアクションゲージを最大で 15% アップさせて、対象が強化状態の場合は、アクションゲージの増加量と闘志の獲得量がなんと2倍になります。そしてスキル2、こちらパッシブスキルになります。攻撃後自身の攻撃力が最大で 20% アップ、攻撃力アップ効果は最大3回まで累積するとなっています。なので最大で 60% 攻撃力、まあ、攻撃剣バフがかかったような状態になるという感じですね。そしてターン開始時、敵全体の強化効果の数 ×10 の闘志を獲得し、闘志が最大の時スキルターンが0になります。また初回のバトル開始時は闘志を50獲得するとなっています。そしてスキル3、敵全体にダメージを与え、味方全体にスピードアップを2ターンの間付与、アクションゲージを 15% アップ、闘志が最大の場合闘志を全て消費し、対象の防御力を 50% 貫通、そしてこの攻撃は反撃されないというスキルになっています。はい、それではスキルを一つずつ見ていきたいと思います。まずスキル1なんですが、これはですね、ランディの使い方によってかなり両極端な、使い方になると思います。使い方によってはスキル1を全く使わずに試合が終わるという可能性もあるので難しいんですが、性能だけで見るとアクションゲージの加速に加え、相手が強化状態だった場合はアクションゲージの増加量が倍、そして闘志の獲得量も2倍になるということで、闘志が40獲得できるので非常に強いスキルになります。闘志が100マックスまで貯まると、パッシブスキルによってスキル3のスキルターンが0になる、そしてスキル3の、効果として防御力を 50% 貫通できるっていう、効果が付与されるので、非常にこのスキル1は強いと思います。そしてスキル2のパッシブなんですが、闘志の説明に関してはスキル3のところで説明をするので割愛して、攻撃力の部分ですね、先ほども言った通り最大まで累積すると剣バフ以上の効果が、与えられるので、まあ、実質剣バフがついてるような状態ですし、剣バフをつければより強くなるという感じで、このパッシブもかなり強力ですね。そしてスキル3、これはですね、非常に、複雑なギミックになってくる場合もあるので、ちょっと難しいんですけど頑張って説明をしたいと思います。まず効果自体はスピードアップがついているので、騎士だとか、あとアクションゲージもアップさせたり、全体攻撃でクリティカルも出ることを考えると闇止みとかと相性がいいと思います。
それに加え、最大の魅力的な部分は後半の部分ですね。投手が最大の場合、すべて消費し、防御力を 50% 貫通し、反撃されないと。チャルオジに強い、非常に嬉しい、効果ですね。で、これに加えて、まあ、一見このスキル1から3を見ただけでも、まあ、かなり汎用的な全体火力に思えるんですけど、このパッシブのギミックを使うことによってスキル3を2連打で、打つことができます。スキル3には根力で追加ターン獲得があるので、ラグエルの書を使った闇ラッツを使えば、剣バフをつけてゲージをアップさせて、スキル3を2連打するという戦法もあります。ただこの戦法非常に難しくて、なかなか狙ってもできないんじゃないかなという感じの動きになります。でまず前提としてはどうやったらできるのかっていうところなんですけど、まず相手に、強化効果が4つついていることが前提です。その場合ランディの投資が90になりますね。90になった状態で、闇ラッツで引き上げてスキル3をまず1回目、追加ターンを使って打ちます。この時点でランディの投資は90で、追加ターンスキル3の根力で追加ターンをもらった時に相手にバフが1つ残っている場合、パッシブがまた働いて、投資を10獲得して計100になります。なのでスキルターンが0になってもう1回スキル3が打てるという流れになるので、かなり狙ってそれできるのかよっていうところなんですけど、結構難しいと思います。なので使うとしたら、まあ、攻撃したらシールドとかの、バフは消えちゃうので、光数輪とかの削ったら、潜伏をつけたりとか、そういったなんか自動で相手の動作でバフがつく英雄相手だったら、ワンチャンあるかもっていう感じの、動きになります。ただこれを理解して使えるとこのランディは、まあ、火力が単純に2倍以上になるのでめちゃくちゃ強いと、言われている理由になります。はい、ということでそれを踏まえて、評価の方を見ていきたいんですけれども、いつも通り海外評価と個人的な評価になります。海外の RTA に関しては数値化されていないので、一旦配分にしてます。個人的には、評価こんな感じですね。まあ平均的といった感じで、まあ、飛び抜けて海外とかだと闘技場10点とか、ついてるんですけど、ちょっと今だとあんまり刺さる、まあ、2連打がしにくいっていうのがあるんでちょっと下がるかなっていうことで、まあ、平均的な全体火力キャラという感じにしています。ちょっと前は、2連打したりとかでできてたんですけど、今はちょっとねさすがにきついんじゃないかなと。セリスとかも出てきたので闇ラッツがそもそも使えないっていうところもあるので、昔ほどは、オーバーバレはできないのでちょっと、性能というか評価は落ちるのかなというところです。ただ、闇セシとか免疫がついている敵とか、チャールズとかそういう相手に一発だけとりあえず打つっていう運用の方が、多分いいと思います。2連打は結構狙ってできないから運ゲーになっちゃうんで、それだったら、ビルドスピード型とか、耐久をちょっと持って、相手の攻撃を耐えてから、打つというようなビルドの方がいいんじゃないかなと僕は思います。でそれと騎士だ闇止みとかと組ませれば、まあ、火力も補えるし、いいんじゃないかなという感じで思っています。はい、という感じの評価なんですけれども、ご注意ください。このランディ限定英雄なので、今手に入れないと、まあ、1年待つか、グループピックアップに入るのを待つしかなくなるので、まあ余ってる人はとりあえず引いとくのがいいと思います。まあ弱い英雄ではないので、どこかしらで使えると思いますし、さっき言った通りスピード型のビルドにすれば GVG とかでも、開幕打ったりとかねできると思うので、まあ割と使いやすいキャラなんじゃないかなと思います。はい、というわけでランディの方を紹介してきました。これで、残るキャラが、3体か4体ぐらいですかね、
だいぶ追いついてきたので次は誰が来るのか、シューは多分まだまだ来ないと思います。次来るのはモルとかはたまた、まあ、ポリティスもなくはないかなという感じですね。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。